はい、じゃあ今回はナイト2 0 0 0のお話をしようかと思いますよね。まあ、R34 も同じだと思います。ナイト2 0 0 0も渋滞にはまると終わりです、あのー。すぐにオーバーヒートですね。室温が100度を超えます。まあ、ですんで、今まで以上に渋滞にはすごくね、えー、センシティブになってますよね。で、アイドリングをしてる時もものすごく恐怖です。温度計ばかり見てます。こういうのはもうすでにね、移動手段としての車の用をなさないですよ。 で30分ぐらい走ると100度を超えるんでもう車庫に入れますねもうね30分ですよ走行運転もそんな30分しか走らない車ってどうですか <laughs> 意味ありますかねうんで私のお町にはナイト2000、えー、アメ車トランザも修理するそういうところはないです、うんまあ、ですんで特別なところに持っていかなくてはなりませんしそれからあの、まあ、レプリカしてますんでねパーツつけすぎなんですよ伝送部品とか っていできなりそういうものをね修理工場持ってこられて頼むぜって言っても配線を調べるところからとかねパーツをいろいろ外してバラして原車に戻すところからになっちゃうんでそれこそねいつまでたっても作業が終わらないってことになりますしその拘束させた作業に対してずっと工賃がかかりますから修理代っていうのは爆弾かかり1発100万ぐらいかかりますよね。 まあそういうのも込みで、作っていただいた方のところに持っていくっていうのが一番安上がりで確実なんで、私はいつも埼玉に持っていくことになると思います。それこそね、オイル交換も近くのガソリンスタンドではやらないですからね。うん困ったもんですよね。まあ、そういう感じでね、あの、あのー、車として移動手段として見ると全く意味のないものです。だからこそ私は普段車として乗る車ってのを先に買ってるわけなんですよ。すごく実用性があって、えー、居住性があって、 で燃費が良くって走行距離長くって壊れにくいとで修理は本当にね1キロ圏内に何軒もディーラーさん、ま、ディーラーっていうかね修理屋さんいますからねディーラーをはじめるとしてだから全然心配ないというところですよね、うん、でパーツもいっぱいあるんで修理全然すぐすぐできるとその日のうちにできるみたいな、ね、感じですよねさあそんな感じでねなんでそんな意味のないものを乗るんだってことですけどもこれも愛情なんですよねあのー 何でもかんでもね効率とか計算とか生産性で考えれば楽なんですけどもそれだけではないんですよ人生っていうのはねいろんな価値観がありますから意味のないと思われることにものすごく一生懸命になったりとか喜びを感じる人もいるんですよで私の場合はそのナイト2000乗るとおその車のね、うん、すごく匂いもしますしガソリンの匂いもめちゃくちゃするんですよで音もでかい <laughs> でガタガタしてちょっと不安なんですよね不安なんだけども あのずっと抱いていたアメシャの憧れとかね、えー、それから「ナイトライダー」っていうドラマの楽しさとかねそれからねあのこのレプリカを作ってくれた人がいるんだなっていつも感じます。ここまでにに本物みたたいい作っててくれ人人がいてその人から自分は まあ譲りり受けてるお借りしてる、るお借しよな感じですよねだから絶対にこれをね大事にしないといけないなっていうこととあとは同じようなレプリカに載ってらっしゃる方が日本でも50人ぐらいいると思うんですけどもその方となんかねつながってるような気がするんですよね、うん、だからそういうふうなあ自分だけの喜びっていうんですかね客観的には全く見えないと思いますけどもそういうところなんですよこれはねなんかね恋愛っていうかねあれに似てるの結婚生活とかにも似てるんじゃないかなと思うんですよ、うん、客観的に見ると 例えば、ね、いろんな夫婦がいらっしゃいますけども客観的に見るとねあのなんであの人とこの人が結婚したのみたいにね思われるかもしれないんですよ美女と野獣ではないですけどもまあでもあの自分があの遊びでも何でもなくふざけてもなくい選んだ人がいるわけですよねして選んだ人に選ばれてるって事実があってこういう奇跡にものすごくねドラマとか愛情とか心を感じるんでやっぱやっていけると思うんですよ。それがね他者の評価を気にするだけとか効率を気にするだけとかね そういうういことになったらどうですかねだってそのパーフェクトな人間には出会えないですしパーフェクトな人間に出会ったところで今度はこっちが選ばれないわけじゃないですかそう考えていくと、うん、自分の心がしっかりと満たされてそれで足りない部分をね愛情と感じれるところだからナイト2000なんて足りないところだらけですよ現代の車に比べたらだって40年ぐらいの昔の車ですからねそれこそパワーウィンドウなんてなかった時代にパワーウィンドウがついてるだけでもう感動ですよ。うん で、ダンパーはすぐ行かれて、全然そのボンネットが開けられないんですよね。すぐ、へぇーんって閉じちゃうんで、木の棒で押さえてるみたいなね。こんなあの効率の悪い車ないですよ。ガソリンはあっという間なくなりますからね。で市街車知ったらリッター3とかだと思うんですよ。アイドリングしたら2とかじゃないか、みたいなね。高速走行したら結構ね、10キロ前後伸びるんですけども。まあそういったところですよ。うん。効率とか生産性だけではね、あの、測れないと。これはね、 令和新選組の山本太郎さんの言葉でもこういうのありましたね。生産性で図られる世の中、あなたは何かの役に立ってるのか、あなたは社会の役に立ってるのか、いや、生きてるだけでいいんだと。生きてるだけで価値があるんだよっていうふうに認めてくれる、そういう社会を作るのが政治じゃないかって言ってますけどね。いい言葉ですよね、本当に。まあ私はね、自分があれもできる、これもできる、こんな見識がある、人よりも優れているてところに価値を置きすぎた時代がありました。だからうまくいかなかったと言えます。そうではないと。人っていうのは、 何かを考えて意見は違うけどもお素晴らしいねあの思考力を持って、まあ、ただ生きてるだけでもいいんだというところなんですよね。今いろいろ言いましたけどもごはんにして、ね、お話し,しますと私は、ね、あの介護の世界にも長いこと言いました。13年従事してきました。今でもいつでも飛び出せるようになってます。ちなみにこのね、黄色い,黄色い T シャツが私の、ね、介護モードのこの黄色いポロシャツが介護モードなんですよ。うん、であの、知的障害の男の子か女の子とか 確かかに社会的に見たら生産性はないかもしれませんよでも家族にとっても愛されて必要な一員じゃないですかうんだから何も生み出さないから社会のお荷物だからいらないっていう風なねそういうことではないそういう風なねあの劣悪遺伝子排除法とかね優生保護法みたいな恐ろしい世の中ではなくってう生きてるだけでいいんだっていうようなねうんそういう風な社会にならないかなと。 思うようなナイト2000でございました <laughs> だからガソリン車もずっとなくならないんじゃないですかねガソリン車置いてるだけですごいみたいなね何言ってるのかわかんなくなりましたさようなら